さあということで、フスベシティ目指して頑張っていきましょう。トレーナー戦そこそこありそうかな。どうしよっかな。とりあえずは桜で行こうか。おお、気合十分ですね。お、メイティさんだ。まあでもレベル的にも問題なさそうかな。フォロー使おうかな。どうしよう。ちょっとレベル上がるか。26か。さあ空を飛ぶ。いいね。ありがとうございます。とりあえず、ホホローメインで、行きますか、ここは。おー、お母さんだ。元気？今日買い物に行ったら良さそうな動画売ってたから、買っちゃった、ごめんね。でも、パソコンに入れておいたから、使ってね。きっと役に立つわ。ありがとうございます。もしでは、フォローを先発にして進んでいきましょう。ゴールドスプレーか。道具今いっぱいなんだね。どうしよう、一回整理しようかな。ちょっと、ジョージタウン近いんで、整理します。よーし、では整理してきました。結構ね、預けました。で、お守り小判をフォローに持たせたって感じですかね。戦闘でもらえる賞金が確か2倍になるってやつです。さあ、では取っていきましょう。焼けた木の実とゴールドスプレーかな。おお、鉄砲さんだ。オーロラビーム持ちはちょっとやばいな。あ、よかったよかった。さあ2体目の鉄砲さん、空を飛ぶで行けたから行けるかな。またさあお願いします。よーし、ありがとうございます。あら、またお母さんだ。かわいいぬいぐるみが売ってたから、すごくかわいいぬいぐるみ。ありがとうございます。すげえなー。めちゃめちゃ頻度高いな。これで100勝101敗。巻越さん、しばらく勝負やめよう。めちゃめちゃ戦ってますね。おお、こんにちは。さあ、2体目はキレイ花さんだ。いけるかな。よーし、ありがとうございます。で、レベルも1個上がりましたね。34です。で、ちょっとこっちも行ってみようかな。当たった？さあ、元気の塊。の、ベロリンガさんだ。
よーし、ということで、捕まえました。ありがとうございます。舐め回しポケモン？じゃあ、ベベーロで。前からこんにちは。普通に気づかれるんだね。君のせいでニュロムが逃げたじゃないか。ごめんなさい。確かに、この位置的にはそうかもしれんな。俺のせいかもしれんな、確かに。ごめんね。さあ、ということで勝ちました。ありがとうございます。トサキントさん2体と、アズマオさん1体でした。5メートルぐらいあったね。マジか。電話番号教えてくれるかね。いっぱいなんすよね。お、一体だけだ。サイホーンさんか。ここは相性ついてくか。マニオで、いきます。さあ、波乗り。よーし、ありがとうございます。いやー、お守り小判効果出てるね。多分出てるよね。さあ、ハイパーボール、ありがとうございます。で、繋がったって感じかな。ですね、オッケーオッケー。お、リザードさんだ。リザードさんもちょっと相性ついてくか。さあ、ザブザブしましょう。結構いるよね。すでに6人ぐらいとバトルをしてる気がする。よーし、ありがとうございます。エンジュジムの松葉、今も修行してるのかな？あいつには苦しめられたよ。松葉さんはね、催眠術合戦という思い出がありますからね。伝説の鳥ポケモンについて何か知ってるかい？お、ピジョンさんだ。よーし、勝ちました。ありがとうございます。ピジョンさん2体でしたね。で、レベルが1個上がりました。ファイヤー、サンダー、フリーザーというんだ。でも他にも伝説の鳥ポケモンいるらしいんだよ。お、これは。いっぱいなのです。申し訳ない。さあ、この先氷の抜け道。一旦フォローは休ませるか。出てくるポケモンで氷タイプですかね。どうなんだろうね。一旦桜にしとこっか。おお、いいね、ダンジョンって感じだ。まさに。あー、そういうことか。これは面白いやつだ。
もうとりあえず雰囲気で動き回ってみよう。あ、行きました。ありがとうございます。おー、リームンさんだ。氷タイプ出てくるのかなってことは。どうしちゃった？なるほどね。でもいけるか。オッケー。さあ、秘伝マシン7。マジか、この位置か。なかなかすごいところにあったね、秘伝マシンが。誰かからもらうとかじゃなくて、普通に道中か？滝登りだね。よーし、ということで、ウリムさん、捕まえました。ありがとうございます。イノブタポケモン。じゃあ、おねむね。お、これは、穴に落とす的な感じかな。ちょっとやってみよっか。で、回り込んで、で、いけるか。お、ぽいね。ちょっとこれをできる範囲でやってみよう。で、ここに入れて、オッケー。おー、ルージラさん、出るんだ。すげえ。よーし、捕まえました。ありがとうございます。結構ボール使っちゃったな。じゃあ、ジュラーで。で、これでいいかな。OK。で、大丈夫かな。OK です。これで全部のはず。進んでみましょうか。戦闘のポケモン入れ替えとくか。ワニ用にしておきます。さあ、では行きましょう。さあ、マンダーの薬、ありがとうございます。多分いい感じに下に落とした岩が役立ってくれるのかなって思ってるんだけど、どうだろう。待ってね、こういうとこね、気になっちゃう。オッケー、ありがとうございます。多分あれだね、真ん中に行きたいんだよね、これ。いけるか、オッケー。そう、何でも直し、ありがとうございます。おぉ、威迫だき。お願いします。溶けない氷。このエリアを普通に行っちゃって良さそうかな。さて。おぉ、なんかあるね。なんかありますね。あれは取りたいな。
その後、範囲値的に多分ね、この辺から行けば、OK。さあ、技マシン44。眠るかな ?44 は。ですね。2ターン眠るけど、状態異常だったり、体力完全回復だったりみたいな、そんな感じの技です。で、多分、こっちから回り込んでいけば、ちょうどはしごのとこかな。OK です。お、なんかあった。さあ、ブロムヘキシン。ありがとうございます。ここがさっきちょっとチラッて見たアイテムかな。タウリンでしたね。ありがとうございます。お、なんかあった。ポイントアップ、ありがとうございます。めちゃめちゃアイテムあるね。いいね。で、こっちから回り込んで、OK! 出られました。あ、いきなりスベシティなんだ。直なんすね。で、氷の抜け道を抜けてきたの。あなたはポケモントレーナーとして結構凄腕なのね。すげえんだ。ここはスベシティ、山あいに佇む静かな町。いいねえ。まずポケモンセンター行こうかな。ちょっと街の探索とかもしましょうか。もうね、雰囲気からね、いい街って感じがしますね。あー、忘れ親父さんがいるんだ。秘伝技を忘れすることができるんだっけ?電波ビリビリだぜ。ラジオ聞いてるんで、おお、ラジオか?白竜って可愛いわね。でも私持ってないの。あなたは白竜のメス持ってる。おお、性別の指定まである。私のドードリオと交換しましょうよ。ドードリオさんは、持ってないんですよね。結構お金あるからね。スーパーボールかな。スーパーボールを20ぐらい買っとこう。なんだかんだボール代が一番多いかもしれん。今まで使ってる金額で。なるほど、この場所ですね。で、まあ、通常だと、秘伝技って忘れさせることができないんですが、ここで、怪力とかも忘れさせることができるっていう、感じだったかな。まあ、とりあえずは使うかもしんないんで、このままでいいかなとは思ってるんですが、ただ位置的にはスベシティにいるよってことは覚えておいた方がいいかもしれないね。ドラゴンを自由に操れる一族が住んでる。すげえな。おお、ミニユーさんだ。で、上かな?上行ってみよう。
ドラゴン使いと呼ばれるポケモントレーナー、みんな、スベシーの出身なんだよ。すげえんだなぁ、スベシーって。おぉ、リーダー、伊吹さん。聖なるドラゴンポケモン使い。ドラゴンタイプジムか。ってなると。ジムリーダーの伊吹様がお待ちになっております。ですが、並大抵の実力では勝てませんよ。強えんだろうなぁ。でさ、ちょっと気になっちゃったんだけど、この後ろって何かあるのかな？なんかある。竜の穴。ここは選ばれたトレーナーだけが修行を許された場所。お引き取りくださいまし。多分、伊吹さんに勝ったら、生きるようになったりするのかな？そんな感じかもね。で、こっちは45番道路か？ナウンテンロード、気になる。なるほどね。ちょうど若葉タウンのところに戻ってくる感じか、ここを。下行くと。そうだな、どうしよっかな。先にマウンテンロード行くか、これ。ちょっとマウンテンロードで鍛えて、それで、伊吹戦行きますか。ドラゴンジムってなるとね、今のところ相性をつけるポケモンが、いないので、ワニオあたりに氷技を覚えするってのは、ちょっとワンポイントとしてありかなとは思うんだけど、ちょっとまあその辺を考えつつ、マウンテンロードをまずやろうかな。さあ、では45番道路の探索道行きましょう。ここは暗闇のホラー中。もうそんなこともあろうかと、新庄さんを連れてきておりますので、フラッシュを覚えさせておりますので、使いましょう。で、あとは、ワニオにですね、頭突きと入れ替える形で、冷凍パンチを覚えさせました。なので、これを軸に、ちょっと、伊吹戦やってみようかなと思っております。お、なかった。元気のかけら、いいね。ありがとうございます。さあ、技マシン13。13。なんだろう。いびきか。2個目。ありがとうございます。こんにちは。わあ、びっくりした。黒いメガネをかけてるから全然気づかなかった。ここで何してるかって？まあいいじゃないか。君にも黒いメガネをあげるから気にしないでよ。どういうこと？ありがとうございます。黒いメガネ、ポケモンに戻せると悪タイプの技の攻撃力上がるんだ。ありがとうございます。さあ、傷薬、ありがとうございます。さっきね、レベル3の石すべてさんが出てきたんだよね。抵抗等は、まあ、そのくらいのレベルの位置の場所と繋がってるんだろうか。なるほど。桔梗市のとこだよね、ここ。多分。なるほどね。やった、高一にあるじゃないか。お、終わった。PPA だ。ありがとうございます。いいね、あるね。すごい傷薬。おお、さらにあるね。なんでも直し。おお、さらにあるね。クリティカッター。いいね。ありがとうございます。で、46番道路か。二つあるね。さあ、木の実。
麻痺直しの実。ここはどういう感じになってんのか。こっち行けないか。ならば降りるしかないやつ。トレーナーさんかな。トレーナーさんっぽいよね。なんか戦いますか。マンキーさんね。まあレベル的には何も問題ないか。冷凍パンチ。よーし、ありがとうございます。おお、ポニータさんか。よーし、レベル38。ありがとうございます。2体目もね、ポニータさんでした。で、どうしよっかな。これは、居合斬りと変えたい気持ちがすごいあるんですが。このままでいいかな。ありがとうございます。さあスピーダー、マジか、結構溜まったんだね道具。木の実持たしちゃうか。ウニウニ。さあ取りましょう。スピーダーありがとうございます。これあれだな、向こう側も気になるな。もう一回来てみます。で、この位置と繋がるって感じか？なるほど。よし、もう一回、もう一周します。の、つぼつぼさん出るんだ。捕まえよう。捕まえてみよう。よーし、ありがとうございます。じゃあ。すごいで。さあ、では着きましたよ。こっちに降りてみよう。おお、トレーナーさんか。来てよかったね。では戦っていきましょうか。これはイヒスブテさんラッシュかな。そんな気がするな。イヒスブテさん、5体でしたね。ラッシュだったわ、やはり。よーし、ありがとうございます。まあ、でも結構経験値もらえたよね。よかったよかった。よーし、では、改めまして、戻ろう。すべしに。で、いよいよね、マウンテンロードの方にね、行こうかなと思うわけなんですが、マウンテンロードでもうちょい鍛えて、
スベジムの伊吹さんときましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。